北マケドニアの歴史では、マケドニア地方の北西部に位置する北マケドニアの歴史について述べる。マケドニア地域には古くから人が居住しており、イリューリア人やトラキア人などの部族が拡挙していた。紀元前4世紀から紀元前3世紀にかけて、現在のマケドニア共和国に相当するマケドニア地域、北部はマケドニア王国の支配下となっていった。 マケドニア王国はアレクサンドロス3世の時代に最大半島となるが、その死後、国は分裂し、紀元前2世紀には西から勢力を拡大したローマ帝国の支配下となっていった。紀元前146年、この地域は正式にローマ帝国のマケドニア属州の一部とされた。ローマ帝国が東西に分かれると、マケドニアは東ローマ帝国の一部となった。 サムイルによってプレスパコに建てられた聖堂跡。ここにはサムイルの墓がある。マケドニア地域には北から西ゴート族、フン族、アバール人そしてスラブ人などが侵入を繰り返した。7世紀初頭にはこの地域の多くはスラブ人の居住地域となっていた。スラブ人たちはそれぞれ異なる時期に段階的にこの地域に入ってきた。 スラブ人の居住地域は、ゲンギリ車両のテッサロニキなどを含む、マケドニア地域のほぼ全域に拡大していった。680年頃、クベルに率いられた、ブルガール人の一派がマケドニアに流入した。オフリド出身の聖クリメントは、キュリロス・メトギオス兄弟の弟子として、ボリス一世の支援のもと、スラブ人へのキリスト教の布教に努めた。写真は、 オフリドの聖クリメント聖堂に収められている聖、クリメントの遺恨。旧世紀後半、テッサロニキ出身のキュリロスとメトディオスの兄弟によって聖書がスラブ語に翻訳された。旧世紀に北方から侵入し東ローマ帝国と衝突しながら勢力を拡大していった第一次ブルガリア帝国は旧世紀末の シメオン一世の時に最盛期を迎え、マケドニア地方もその半島に収められた。キュリロスとメトディオスの弟子たちには、スラブ語の聖書を用い、ブルガリア帝国の支援のもと、スラブ人たちにキリスト教を布教していった。シメオンの死後ブルガリア帝国は次第に衰退し、マケドニア地方は再び東ローマ帝国の支配下となった。 1355年のウロシュ4世の死後間もなく、セルビア人の帝国は、反独立的な地方領主が拡挙する状態となった。978年、マケドニア出身のサムイルはこの地で、東ローマに対する反乱を起こした。シメオンはこの地方のオフリドを首都として、ブルガリア帝国を再建し、彼の下で再度ブルガリア帝国は急速な拡大を、迎えた。 しかし、1014年に、サムイルが死去すると、ブルガリア帝国はその力を失い、1018年には、完全に滅亡し、再び東ローマの支配下に返した。その後、この地方は、北で起こった、セルビア人の地方国家の乱立や、その他の地方領主の軍有拡挙の状態を経て、12世紀末頃からは、新興勢力の第二次ブルガリア帝国と、 セルビア王国、そしてラテン帝国やニカイア帝国といった十字軍国家の間で勢力争いが繰り広げられる。十字軍を退けて復活した東ローマ帝国やブルガリア帝国は十字軍勢力の侵入による後輩や東から進調してきたトルコ人などによって国力を落としており、その背後を塗ってセルビア王国は ステファン・ウロシュ3世でチャンス期の下、大幅な領土拡大に成功した。セルビア王国は、マケドニア地方全域を支配下に収めた。その息子、ステファン・ウロシュ4世、ドゥシャンの下でセルビアは絶頂を迎え、ウロシュ4世は、スコピエを首都として同地にて1345年、セルビア人とローマ人の皇帝として、大会を受け皇帝に即位する。 しかし、ウロシュ4世の死後はセルビアは、地方領主の割拠する状態となり、1371年のマリツァ川の戦いなどを経てマケドニアは、オスマン帝国の支配下となった。スコピエに建造されたバザール、16世紀頃発展した。オスマン帝国島地下では、トルコや中近島のようなバザールや、オスマン様式のモスク、ハンマームなどが建てられた。 オスマン帝国の統治下では、一定の不平等な扱いと引き換えに、ヒースラム教徒が信仰を維持することが認められていた。オスマン帝国の支配下では、強制的な改修は一部に止まっており、マケドニアでも多くの人々が、正教会の信仰を維持していた。一方で、ヒースラム教徒は、税制や出世などの点で不利な扱いを受けており、これらを回避するために、 イスラム教に改修する者も,もいた。また、オスマン帝国の宗教的寛容のために、スペインなどで過烈な弾圧を受けていた。ユダヤ人が、オスマン帝国領となったマケドニアに大規模の流入し、この地域のユダヤ人人口は増加した。セルビア正教会やブルガリア正教会といった、民族ごとの正教会組織はその力を失い、廃止され、 コンスタンディヌーポリー総主教庁へと統合されていった。ミルレト制のもとで、政教とは一括して、総主教庁により管理され、マケドニアのスラブ人の間では独自の、マケドニア人民族意識はまだ生まれていなかった。一方、アルバニア人の間では、より多くの人々が、イスラム教を受容した。長いオスマン帝国の支配下で多様な民族の、 混在化が進み、マケドニア地域には、スラブ人、アルマニア人、トルコ人、アルバニア人、ギリシャ人、ロマ、ユダヤ人などが居住していた。この地域のスラブ人の話す言語はブルガリア語に近く、マケドニア地方のスラブ人は、ブルガリア人とみなされていた。ブルガリア民族復興運動は、マケドニア地域でも展開された。18世紀から19世紀に入ると、 バルカンの諸民族の間では独自の民族文化の復興に関心が持たれるようになった。ブルガリア人の間では聖職者らを中心に中世のブルガリア帝国の輝かしい歴史が掘り返され教会や文化の脱ギリシャ化が進められるブルガリア民族復興運動が起こった。ブルガリア人の聖職者らはギリシャ人との激しい闘争の末1850年に ブルガリア正教会を復活させた。今日のマケドニア共和国が占める地域の大部分は、総主教庁から再び、ブルガリア正教会の干渉のもとに置かれた。ブルガリア人の聖職者や知識人が主導した民族復興運動は、マケドニア地域でも展開され、教会のブルガリア語化や、ブルガリア語による世俗教育の学校、 複合文化施設地たりしての設置などが進められた。列強諸国の支援を受けて、セルビア王国やギリシャ王国が、オスマン帝国から独立を果たすと、この地域の一人個人、特に聖教徒の間では、オスマン帝国からの分離の動きが加速した。内部マケドニア革命組織の指導者の一人、ゴチェデルチェフ。 組織の指導者の一人として、イリンデン放棄の準備を進めるが、放棄の結構を前に控えて殺害され、短い生涯を閉じた。1878年、ロト戦争の後、ロシア帝国とオスマン帝国の間で、サンステファノ条約が結ばれると、新しく成立したブルガリア公国は、マケドニア地方全域を領土として獲得するとされた。しかし、一度は、 マケドニア全域がブルガリア公国の領土とされたものの、ブルガリアの独立を支援したロシア帝国の影響力拡大を恐れた列強諸国によってブルガリアの領土は三分割され、マケドニア地方はオスマン帝国領に服した。マケドニアで最大の人口を持っていたスラブ人の間では、マケドニアの分離とブルガリアへの併合を求める動きが強まり、 内部マケドニアアドリアノープル革命組織などのハンオスマンの組織が形成された。この頃、マケドニア地域のスラブ人の多くはブルガリア人を辞任していたが、一部ではブルガリア人とは異なる独自のマケドニア人の民族辞任も芽生え始めていた。出身地スコピエに立つマザー・テレサの像、人道的活動の功績が評価され、後にノーベル平和賞を受賞する。 マケドニアを自国領へと組み込むことを狙っていたギリシャ、セルビア、ブルガリアからは複数の組織がマケドニア地方に浸透していった。これらの外来の勢力と地元のスラブ人、そしてアルバニア人地域の一体性を求めるアルバニア人は武装して互いを攻撃し合い、またオスマン帝国の関係を攻撃した。それによってマケドニア地域は 不安定な混迷の地となっていった。1903年8月、内部マケドニア革命組織は、ゴツェデルチェフラの指導の下で準備を進めていた、イリンデン放棄を起こした。イリンデン放棄は、失敗に終わったものの、その後もこの地域のスラブ人による反オスマン帝国の、闘争は続いた。また、この頃になると、ムスリム人口が多く、オスマン帝国との親和性の高かった。 アルバニア人の間でも、プリズレン連盟を中心として帝国からの自立の動きが強まっていった。1886年、コルチャにて、初のアルバニア語で教育を行う公立の学校が設置された。次第に、一般人の間にもアルバニア人としての民族意識が浸透していった。アルバニア人たちは、ブルガリアやセルビア、ギリシャなどの新しい国々が、 アルバニア人の土地を分割支配することを危惧し、アルバニア人の住む地域の統一と一体性の確保を求めていた。1908年、アルバニア人の知識人らは、マケドニアのビトラにて、ラテン文字によるアルバニア語の聖書法を制定した。マケドニア分割。色が濃く塗られているのが、オスマン帝国が放棄した領土。 このうち北西側の緑色の部分は北に隣接する、セルビアの領土となった。1912年、ギリシャ、セルビア、モンテネグロ、ブルガリアの4国は、同盟を結び、オスマン帝国との間で、第一次バルカン戦争が引き起こされた。この時、内部マケドニア革命組織は、ブルガリア軍の側について、オスマン帝国と戦った。 第一次バルカン戦争によってオスマン帝国はマケドニア地域を含むバルカン半島の領土のほとんどを手放すこととなった。講和会議によってロンドン条約が結ばれアルバニア公国の独立が認められたもののマケドニア地域の分割については結論が得られなかった。ブルガリアはマケドニア地方全域を自国領とすることを求めたがマケドニアの分割支配を求めた。 セルビア、ギリシャの間で対立が起こり、翌1913年の第二次バルカン戦争へと発展した。セルビアとギリシャは協力してブルガリアに対抗し、またブルガリアは背後からオスマン帝国とルーマニアからも攻撃を受けた。ブルガリアは敗北に追い込まれ、ブカレスト条約によってマケドニア地域の分割が決められた。それによると、 マケドニア地域の南部5割はギリシャ、西北部4割はセルビアが確保し、ブルガリアは1割を確保するに止まった。マケドニアの自治やブルガリアへの併合を求めた多くのスラブ人やアルバニア人地域の統一を求めたアルバニア人たちの願いは無視され、その大半はギリシャとセルビアによって分割されることとなった。この時にセルビアとなった地域が、 後のマケドニア共和国の領土である。1800年からのバルカン半島の変遷。この2世紀の間、バルカンでは激しく国境が変動してきた。ギリシャ領、セルビア領のマケドニアでは、ブルガリアの支援を受けた、抵抗運動が活発に起こった。内部マケドニア革命組織はブルガリアを拠点として、マケドニア地方に浸透して、ギリシャやセルビアへの攻勢を続けた。 第一次世界大戦では、セルビアは、オーストリアと戦争になった。ブルガリアはこれを機に、セルビア領マケドニアを確保することを狙い、オーストリアやドイツと共に、中央同盟側に着いた。内部マケドニア革命組織は、ブルガリア軍と協力して、セルビアと戦い、一時は、セルビア領マケドニアを蹂躙し、セルビア軍を締め出す等の成果も上げたが、 やがて反抗にあって戦線は硬着化した。1918年、中央同盟側の諸国の敗戦が濃厚となる中、セルビアと同盟者のフランスによって、マケドニア地方は再制圧され、セルビアによる統治が回復された。ブルガリアは敗北して、マケドニア併合の夢は追えた。ブルガリアと連合国との講和条約として、ヌイ条約が結ばれ、その中でブルガリアは、 新たに、セルビアやギリシャへの領土を割譲することが決められた。この時、セルビアに割譲された領土の中には、マケドニア地方のストルミツァ周辺も含まれていた。これによって、ストルミツァ地域はこれ以降、セルビア領マケドニアの一部に付け加えられることとなった。また、ギリシャ領マケドニアのスラブ人は、住民交換の対象となった。この時、すべてのスラブ人の母国は、 ブルガリアとされ、自身をギリシャ人と宣誓したもの以外はすべてブルガリアへと追放された。他方、ユーゴスラビアとなったセルビア領マケドニアのスラブ人はセルビア人とみなされ、特に住民交換は行われなかった。第一次世界大戦が終わると、セルビアはセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国へと改雇され、後にユーゴスラビア王国となるが、 セルビア領マケドニアではその後も内部マケドニア革命組織による抵抗運動が続いた。ブルガリアの政府はセルビアとの緊張緩和を模索したが内部マケドニア革命組織はブルガリア領マケドニアを拠点として反独立的な権力を築きセルビアとの融和を模索したブルガリア首相アレクサンドル・スタンボリスキを暗殺セルビアの関係に対するゲリラ攻撃を続けた。 1929年、アレクサンダル一世によって王国の名前がユーゴスラビア王国に改められた時、地方区分も再編され、セルビア領マケドニア地域はバルダール州の一部とされた。この頃の内部マケドニア革命組織はコミンテルゲの接触を図り、ブルガリアから独立した統一マケドニアとバルカン共産主義連邦構想を支持する左派と、 ブルガリア民族主義の立場に立ちファシズムへの系統を強める右派に分裂していた。左派は内部マケドニア革命組織を称し、後にユーゴスラビア共産党に合流した。右派の内部マケドニア革命組織の指導者、イバンミハイロフは、クロアチアの極右民族主義勢力スタ社やイタリアのファシストとの連携を強めていった。1934年、 内部マケドニア革命組織は、ウスタシャ等との協力のもと、ユーゴスラビアを、アレクサンダル一世を暗殺した。数軸国による、ユーゴスラビア分割。ユーゴスラビア領マケドニアの大部分は、ブルガリアの統治下となる一方、アルバニア人の多く住む、北西部はアルバニアを保護下に置くイタリアの支配下となった。 第二次世界大戦が起こると、ナチスドイツを中心とする数軸国はユーゴスラビアに侵攻した。ブルガリアはマケドニア併合を求め、再びドイツと同盟を結び、数軸国の一員となっていた。また、これに先立つ1939年からアルバニアはイタリアの保護領となっていた。また、ハンガリーやルーマニアも数軸国の一員であり、 この時点でユーゴスラビアを取り巻く国々のほとんどが数軸国となっていた。数軸軍は各方面からユーゴスラビアに攻勢をかける中、マケドニアではブルガリアからドイツを呼び、ブルガリア軍が、またアルバニアからイタリアとアルバニアの軍が侵入した。マケドニアのブルガリアへの統合を歓迎する内部、マケドニア革命組織の右派は、このブルガリアと協力して、 この戦闘に参加した。ユーゴスラビア領マケドニアの4分の3ほどはブルガリアに与えられ、アルバニア人の多い北西部はイタリアが支配するアルバニアの統治下に置かれた。右派の内部マケドニア革命組織はブルガリアによる占領統治に協力する。また、左派の間でもブルガリアを侵略者とみなすことに反対する者が現れた。これによってブルガリアは ベルリン会議以来の念願であったマケドニア併合を実現する。エーズネム議長となったメトディアンイコールチェント。やがて、クロアチア人のヨシップ・ブロズ・ティトを率いる共産主義者のパルチザンによる数軸国に対する抵抗運動が強まると、ブルガリアから独立した統一マケドニアの実現を施行した左派の勢力は、パルチザンと協力して数軸国に抵抗した。 1944年、数軸国に対する統一的な抵抗を指導する機関として、マケドニア人民解放反ファシスト会議が組織され、プロホルプチに好きで第一回の会合が開かれた。会合が行われたのは、かつてのイリンデン放棄と同じ8月2日であり、この日は後に、マケドニアの歴史の上での重要な記念日、第二のイリンデンの日となった。会合では、 対戦後はユーゴスラビアを連邦国家として再興すること。そして、マケドニアは連邦の枠内で独自の国家を持つことが定められた。また、それまでセルビア人とみなされてきたマケドニア地域のスラブ人を公式にマケドニア人と規定し、その母語はマケドニア語であるとした。会合には、左派の内部マケドニア革命組織出身者も参加している。 エーズネムは終戦までの間のマケドニアの人民を代表する臨時政府の最高機関とされた。エーズネムの議長には、プリレプ出身のメトディア・アニコール・チェントが就任した。イタリアは1943年に、ブルガリアも1944年に降伏すると、この地域はドイツ軍の占領下に置かれた。イバン・ミハイロフ率いる右派の内部、 マケドニア革命組織はしかし、さらなる流血の混乱を避けるため、ドイツ軍との協力を拒んだ。ミハイローフは、その後イタリアに逃れる。1944年の後半までに、ユーゴスラビア領マケドニア地域の大半は、パルチザンによって解放されていった。ユーゴスラビア連邦の構成国として成立した、マケドニア社会主義共和国。ユーゴスラビア連邦の下では、 ブルガリア人とは異なる、マケドニア人意識が関与され、また、スコピエ方言を基礎としたマケドニア語の聖書法も確立された。ティトーのパルチザンによって、ユーゴスラビア全域が制圧されると、社会主義体制を取る、連邦国家としてユーゴスラビアは、再出発することとなった。マケドニア人民解放反ファシスト会議の決定に、従い、ユーゴスラビア領マケドニアは、 マケドニア人民共和国となった。エーズネムの議長であったメトディアアンイコールチェントは、マケドニア人民共和国の最初の大統領となったが、チェントラはマケドニアにより大きな権限を求め、連邦からの離脱を起としたとして粛清された。この他にも、かつて内部マケドニア革命組織に属していた者や、連邦の文献家、 マケドニアの独立を望んだとされた者は粛清の対象となり逮捕され投獄されたり処刑されたりした。よりティトに忠実な者がマケドニアの政治の中核を担うようになった。ユーゴスラビアはギリシャ共産党を支援してギリシャ内戦に介入しユーゴスラビア領マケドニアは彼らの拠点となった。ソビエト連邦のヨシフ・スターリンはギリシャが 資本主義陣営となることに同意し、ギリシャ内戦への介入を避けたが、ソ連の苦物となることを嫌い、バルカン半島全域を共産主義の連邦国家とすることを目指していたティトーは、スターリンとの対立を深めていった。1949年にティトーとスターリンは、完全に決別し、ユーゴスラビアがコミンフォルムから追放されるに至り、 ギリシャ内戦への介入を続けることは困難となった。ユーゴスラビアはギリシャ共産党への支援を中止し、ギリシャの共産化は不可能となった。また、ブルガリアやアルバニアはスターリンに忠実な立場を維持したため、ユーゴスラビアがギリシャ、ブルガリア、アルバニアとともにバルカン共産主義連邦を築くことができなくなった。 これによって分断されたマケドニア地域が再統合される望みは立たれた。ユーゴスラビアはその後ソ連を批判して独自の体制構築に向かう。ユーゴスラビアは西側諸国との関係改善を進め、地方分権化と経済の自主管理化を進めた。ユーゴスラビアはブルガリア等のワルシャワ条約機構諸国との関係が断絶する。一方、 1953年には、ギリシャ、トルコと親善及び安全保障条約を結んだ。ユーゴスラビアは1963年と1974年に、憲法改正を行い、その度に厚生共和国の権限が強化され、文献化が進められた。マケドニアは1963年より、マケドニア社会主義共和国と国名を改めた。マケドニアは独自の憲法。 議会、政府、内務省を持ち、また、連邦の軍隊である、ユーゴスラビア連邦軍とは異なる、独自の領土防衛軍も認められた。共和国は、連邦政府と対等とされ、内政に関するほとんどの権限を手にするようになった。1963年には、スコピエで大震災が発生し、死者1100人を出した。 ユーゴスラビアの文言下、自主管理化が進められるにつれ、それぞれの地域は特色を生かした、独自の政治、経済運営の幅が広がっていった。地理的に西側諸国に近く、観光資源にも恵まれるクロアチアやスロベニアは、製造業や観光業を通じて、西側との経済的結びつきを深め、またそれによって得られた富が連邦を通じて、 低開発地域のために使われることに反発を持ち、連邦に対する利反的な傾向を強めていった。一方、マケドニアはユーゴスラビア連邦の下で初めて独自の言語、民族性を認められた経緯や、低開発地域として連邦からの開発援助を受け取る立場にあったこともあり、連邦に対する遠心力は比較的小さかった。1980年に、 ティトが死去し、さらに経済不振に陥るようになると、ユーゴスラビア内の先進地域では連邦に対する、離反傾向は一層強まっていった。また、セルビアでも、文献化が進められた結果、歴史的経緯や人口比率と比べて、セルビアの地位が不当に低く扱われていると感じ、連邦制度に不満を募らせていた。セルビア大統領スロボダンガミローシェビッチは、 こうした不満を利用して、権力拡大を図り、セルビア民族主義への系統を強めていった。1990年、連邦からの離反を最も強行に進めた、スロベニアの共産主義者は、ユーゴスラビア共産主義者同盟を離脱し、独自の左翼政党となった。これによって、ユーゴスラビア共産主義者同盟は解体されていった。セルビア、クロアチアでも、 民族主義が伸長する中、冷戦終結の影響を受けて、ユーゴスラビアでは、戦後初めての複数政党制による民主選挙が行われた。マケドニア同様に、ユーゴスラビアの構成国であった、スロベニア、クロアチアでは、独立を志向する勢力が圧倒的勝利を収めた。ボスニア・ヘルツェゴビナでも、民族主義勢力が圧倒的勝利を収めた。マケドニアでは、 民族主義政党として蘇った内部、マケドニア革命組織、マケドニア国家統一民主党が勝者で、共産系勢力に勝利したものの、多数派を形成するには至らなかった。マケドニア議会では、キロ・グリゴロフを超党派の大統領として選出する、ことで、各党派が合意した。グリゴロフは、ティトーと共に、ユーゴスラビア人民解放戦争を戦った。 ルチザンの闘志であり、その後のマケドニアや連邦全体でも大きな影響力を保持してきた古参の政治家である。連邦を構成する各国が次々憲法を改め、社会主義体制の正式な放棄を進めている中、1991年にはマケドニアでも憲法改正が行われ、正式に共産主義体制を放棄、国名からは 社会主義の語を外し、マケドニア共和国と解消された。マケドニア大統領記録リゴロフは、連邦が解体の危機に直面している中、完全な独立を求めるクロアチア、スロベニアと、反関係革命によって、連邦の乗っ取りを図り連邦維持を主張していたセルビアなどの間に立ち、危機回避のための仲介努力を続けた。しかし、 スロベニアやクロアチアはもはや連邦に止まる意思はなく、1991年6月に独立を宣言した。これを受けて、マケドニアでも独立の準備が進められ、1991年9月8日、大統領記録リゴロフの下、マケドニアは独立を宣言した。独立国となったマケドニアは、古代マケドニア王朝のシンボルであるベルギナの星を、 描いた国旗を制定した。スロベニアでは10日間戦争、クロアチアではクロアチア紛争という独立戦争が発生し、また、ボスニア・ヘルセゴビナでも民族ごとの組織化、武装化が進められていた中、グリゴロフは独立宣言をノミナルなものに止め、連邦側の要求には、ダクダクと従い、武力衝突の回避を最優先とした。グリゴロフは、 ユーゴスラビア人民軍が保有する兵器をマケドニア側に分け与えず、すべてセルビア側が持ち去ることを認めるのと引き換えに、ユーゴスラビア人民軍の撤退を認めさせ、1992年3月にはユーゴスラビア人民軍の撤退も実現された。マケドニアと国境を接するセルビア領のコソボ自治州では、アルバニア人の権利を奪うセルビアの政策に対し、 アルバニア人の多くは依然非暴力の抵抗を続けていた。マケドニアにも人口の2割を超えるアルバニア人が住んでおり散発的なデモや衝突は起きていたもののこの時点ではまだコソボ、マケドニアのいずれでもアルバニア人問題は武力衝突かの兆しは見られなかった。しかし1992年11月マケドニア大統領記録リゴロフは 紛争予防のために国際連合平和維持活動をマケドニアとセルビアとの国境地帯に派遣するよう求めた。国連 PKO は通常紛争地帯に派遣されるものであり、紛争が起きていないところに予防的に配置されることは前例のないことであったが、この求めに従って12月国際連合保護軍がセルビアとの国境地帯に予防的に展開されることとなった。 このことは後に予防外交の成功した先行例となった。スロベニア、クロアチアが武力衝突を経て独立し、ボスニア・ヘルツェゴビナでは、ボスニア・ヘルツェゴビナ内戦という長期にわたる悲惨な内戦が繰り広げられた中、マケドニアはこの時、唯一ユーゴスラビアから流血なしで独立を達成した国家となった。 旧ユーゴスラビア地域の各地で紛争が続く中にあってマケドニアは平和のオアシスと称賛された。1991年から1995年の国旗マケドニア共和国が独立した時、連邦からの平穏な脱退、アルバニア人問題と並んで直面したもう一つの大きな政治問題に共和国の国名や民族辞任、 諸外国からの国家承認に関するものがあった。国名をマケドニア都市憲法によるその主要民族をマケドニア人言語をマケドニア語としたことに関して南に隣接するギリシャからの反発を受けた。ギリシャにとってその国名はギリシャ領マケドニアに対する領土的野心を疑わせるものであった。また新しいマケドニア共和国の憲法では 外国に対する内政干渉を否定する一方で、縫い条約による住民交換を免れるために自らをギリシャ人と宣誓したギリシャ領のスラブ人を念頭に置いたものと思われる周辺諸国に住むマケドニア人への言及があった。さらに、ギリシャ系の文化を持つ古代マケドニア王国との直接の歴史的つながりを持たないマケドニア共和国がベルギナの星を描いた国旗や、 マケドニアの故障を使用することによってギリシャの歴史が隣国に奪われる感情を抱かせた。ギリシャはマケドニア共和国の故障を自国の領土や民族性、歴史に対する脅威と感じ国名や憲法を改めるよう求めた。マケドニア共和国がこの要求に応じないとギリシャはマケドニア共和国の国家承認を拒み、 また国際的な機関への加入を阻止する方針を取った。欧州共同体はギリシャの立場を支持し、欧州共同体としてマケドニア共和国を承認しないことを決定した。1992年1月15日、欧州共同体がクロアチア、スロベニアの独立を承認したとき、ブルガリアのみがこれらの国々と共にマケドニア共和国を国家承認した。 ブルガリアはマケドニア共和国を承認する初めての国となったが、その後もギリシャの強硬な反発によってマケドニア共和国は国際機関への参加は拒まれ、また同国に対する国家承認も少数に止まった。国際連合によって提案されたマケドニア旧ユーゴスラビア共和国の故障もマケドニア共和国側は容易には受け入れがたいものであったが、 国名問題が解決されるまでの暫定的なものとしてこの名称を使うことに同意し、1993年4月にようやく国連加盟が認められる。この後も国際的な機関への加盟や外国からの国家承認の進展は遅れた。1994年2月にはアメリカ合衆国が 国家承認をするが、ギリシャは、マケドニア共和国の国旗と憲法を改めるよう求め、マケドニアに対する経済制裁を実施した。北のセルビアは、ユーゴスラビア紛争の当事国として、国際的な経済制裁下に置かれていた。また西のアルバニアは、欧州の最貧国であり、また体制転換に伴って、経済混乱の中にあった。 ブルガリアも冷戦終結に伴って共産主義体制を放棄したばかりで経済的には低迷を続けていた。元来ユーゴスラビアの市場への依存度の高かったマケドニア共和国の経済がこのような状況によって打撃を受け苦境に陥っている中ギリシャの経済制裁はマケドニア経済に壊滅的な影響を与えた。ギリシャによる経済制裁は マケドニア共和国が要求を受け入れて国旗と憲法を改める1996年まで続けられた。マケドニア共和国の国内総生産は独立から1996年まで一貫してマイナス成長であった。2001年に大統領に就任したボリストライコフスキ。マケドニア国内への紛争の波及を予防するためにセルビアとの国境地帯に派遣されていた。 国際連合保護軍は、その後も、国際連合予防展開軍へと引き継がれ、マケドニア国内に展開していた。ユーゴスラビア人民軍の撤退と兵器の引き上げ、国際社会への参加の遅れ、そして厳しい経済状況によって、マケドニア共和国の防衛体制は、警察程度しかないと言われるほど貧弱なものであった。マケドニア共和国に紛争が波及しなかったのは、 この国際連合保護軍によるところも大きかった。1998年11月、それまで首相の座にあった左派のマケドニア社会民主同盟のブランコ・ツルベンコフスキに代わり、初めて右派の内部マケドニア革命組織、マケドニア国家統一民主党のリュブチョ・ゲオルギエフスキが首相となった。ビムロード・プムネは二つある有力なアルバニア人政党のうち、それまで 連立与党にあった民主繁栄党に代わってより民族主義路の強いアルバニア人民主党と連立を組んだ。1998年1月、ゲオルギエフスキの新政権は援助金を欲して中華民国を国家承認し中華人民共和国と断交した。これに起こった中華人民共和国は国連安保理で1999年2月の UNPREDEP の任期延長を拒んだ。これによって UNPREDEP は任期切れとなり、マケドニア共和国から撤退せざるを得なくなった。大統領のキログリゴロフは新政権を非難した。同じ年、隣接するセルビア領のコソボ自治州では、 セルビアからの独立を求めるアルバニア人組織コソボ解放軍とセルビア側との衝突コソボ紛争が激化していたアルバニア人をはじめとする大量の人々がセルビア側の勢力の迫害を恐れて難民となり隣接するマケドニア共和国に流れ込んできたマケドニア共和国に流入した難民の数は20万人を超えた彼らを収容する 難民キャンプや野戦病院が設置されたほか、個人的にマケドニア国内の親族等を頼り彼らの家に身を寄せる者も,も多かった。1999年6月、セルビアがコソボ自治州から撤退した後、彼らの多くはコソボへと帰還していった。この1999年は人口200万人程度のマケドニアに20万人を超える難民が流入したことや、 セルビアとの交易が著しく困難となったことによって、マケドニア共和国の経済は再びマイナス成長となった。1999年11月、初代大統領のキロ・グリゴロフの退任により、ビムロードプムネのボリストライコフスキが新しい大統領に選ばれた。武装放棄したアルバニア人勢力、民族解放軍の紋章。 コソボ解放軍の紋章とよく似ている。1999年にコソボ紛争が終わった時、アルバニア人による武力闘争を進めたコソボ解放軍は公式に武装解除され解体された。コソボからはセルビアの影響力が排除され国際連合の保護下に置かれていた。この時のコソボ解放軍の武器や兵員がマケドニア共和国に流れ込み、 この地におけるアルバニア人武装勢力民族解放軍となった。民族解放軍はコソボ解放軍と同じスクの頭文字とほぼ同一の文章を持っていた。マケドニア共和国に住む者の中にもこの組織に加わる者もいた。彼らはマケドニア共和国でのアルバニア人の民族的権利を追求しその待遇に不満を持っていた。2001年2月、 民族解放軍はマケドニア北西部で武装放棄した。民族解放軍による武装放棄はビトラやクマノボエも飛び火し、旧ユーゴスラビア諸国の中で唯一戦火を逃れてきたマケドニアでも紛争が始まった。マケドニア共和国の主要な二つのアルバニア人政党は、 アルバニア人に対する悪待遇が紛争を招いたとして、民族解放軍をテロリストと呼ぶことを拒否し、彼らに対する一定の同調を見せたものの、民族解放軍との直接的なつながりは否定し、また民族解放軍もこれらのアルバニア人政党を攻撃対象とみなすとしていた。2001年6月、マケドニア共和国は、中華人民共和国の妨害によって、 国際社会からの支援が十分に受けられないことによる困難を鑑み、再び台湾と断交して中華人民共和国との国交を回復した。同年8月、主要国の朝廷のもと、アルバニア人との権力分流や軍、警察におけるアルバニア人比率の拡大、アルバニア語での高等教育などを含む、 アルバニア人の民族的権利の拡大を認めることで和平が成立し、オフリド合意が調印されて、紛争は終結した。民族解放軍は武装解除されて、民主統合連合に改組し、民族解放軍の指導者、アリア・フメティがその党首に就任した。2007年のアドリアグループの会合。左から、クロアチア首相、イーボサナデル、アメリカ大統領ジョージ・ W ・ブッシュ。 アルバニア首相、サリベリシャ、マケドニア首相、ニコラ・グルエフスキ。クロアチア、アルバニア、マケドニアの三国は、アドリアグループとして協力しナトう入りを目指したが、マケドニアのナトウ加盟は、ギリシャの拒絶にあった。2002年の総選挙では、マケドニア社会民主同盟が勝利を収めた。民族解放軍から解組した。 民主統合連合などと連立で合意し、社会民主同盟のブランコ、ツルベンコフスキが首相に返り咲いた。その後は、政局の混乱を経て2004年末から、社会民主同盟のブラド・ブチュコフスキが首相となる。また、2004年の大統領トライコフスキ死去に伴う大統領選挙では、元首相で、社会民主同盟のブランコ、ツルベンコフスキが大統領となった。 2006年の総選挙では内部マケドニア革命組織が勝利を収め再びアルバニア人民主党と連立を組んでニコラ・グルエフスキが首相に就任したグルエフスキ政権が率いるマケドニア共和国はアルバニア、クロアチアと共に NATO 加盟を目指し三国で協力を進めてきた2008年4月に NATO の拡大に関してブカレストで会合が開かれアルバニア クロアチアの加盟は承認されたものの、マケドニア共和国は、ギリシャの拒否にあって、加盟承認は見送られた。2008年2月に、隣接するコソボが独立を宣言すると、アルバニア人政党は、コソボの即時承認を求めた。これが受け入れられないと、アルバニア人民主党が、連立政権を離脱して政権は、崩壊、6月に総選挙が行われた。総選挙では、 内部マケドニア革命組織を中心とする政党連合が単独で過半数を占める大勝利を収めた。内部マケドニア革命組織はそれまでの連立のパートナーであったアルバニア人民主党に代わって民主統合連合と連立を組みグルエフスキの首相続投が決まった。アルバニア人からのコソボ独立承認への圧力がなお続く中2008年10月には 内部マケドニア革命組織、社会民主同盟、民主党合連合、アルバニア人民主党の4党は、コソボの国家承認で合意し、これに基づいて、マケドニア共和国は、コソボの独立を承認した。2009年、マケドニア共和国は、正式に、コソボとの外交関係を樹立した。紛争終結以降、政権交代が行われてもマケドニア人政党と、 アルバニア人政党は常に連立を組み、両民族による権力の分有は定着しつつある。アルバニア語教育をはじめとするアルバニア人の民族的権利は守られており、またアルバニア人政党もマケドニアからの分離やアルバニアへの統合を施行していない。なお問題は残されているものの、国内のマケドニア人とアルバニア人の関係は比較的良好である。 2017年に発足したゾランザイフ政権はギリシャとの故障問題解決に向けて積極的に働きかけ2018年6月12日にマケドニアは国名を北マケドニア共和国とすることでギリシャとの合意が成立同月17日に署名した2018年9月30日にはギリシャとの合意に基づいて 北マケドニア共和国への国名変更などの賛否を問う法的拘束力のない国民投票が実施されたが投票率は30%台にとどまり成立に必要な50%には届かなかった投票結果は9割超の投票所で開票を終えた段階で賛成91.3%に対し反対5.7%だった 合意に反対する野党側はボイコットを呼びかけていた。2019年1月11日、マケドニア議会は国名を北マケドニア共和国に変更する憲法改正案を承認した。賛成票は議会定数120中81票と必要な80票をわずかに上回った。同年1月25日、ギリシャ議会においても合意が承認され、 2月12日に改明が発行した。こうして国名問題によるギリシャとの対立が解消されたため北マケドニアは長年の目標であった EU と NATO 加盟への道が開けることとなった。2019年2月6日には NATO 加盟国がマケドニアを30番目の NATO 加盟国とする議定書に署名し2020年3月27日に 正式に NATO に加盟した。EU とは2020年3月24日、EU 各国の欧州担当省らが、北マケドニアの EU 加盟交渉開始に合意し、同月26日に EU 首脳がこの方針を確認した。ABCDEFGHIJKLM、エドガーヘッシュ、ワケ、佐久間敦バルカン半島。日本、東京、ミスズ処防。 ISBN 978から4から 6220336778ABCDEF 久保圭一。引き裂かれた国家、旧優ゴ地域の民主化と民族問題。日本、東京、有野道高文社。ISBN。978から4から8 4 2 0 5 5 5 1 0 a b 仙台よしなぜ戦争は終わらないか、優ゴ問題で民族。 紛争、国際政治を考える。日本、ミスズ処方。ISBN4 から622070146。NATO 首脳会談。グルジアとウクライナの加盟は先送り。AFP、2009年1月22日閲覧。マケドニア総選挙。右派与党が圧勝。AFP、2009年1月22日閲覧。マケドニア国名変更で合意。 四半世紀の対立解消へ。日本経済新聞。2020年4月19日閲覧。AB、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国の国名問題の最終的解決について。ミニストリーオブフォーリンアフェアーズ・オブ・ジャパン、f 2020年4月19日閲覧。マケドニア、新国名でギリシャと合意に署名 EU など加盟へ、道、ロイター。 2018年6月17日。2020年4月19日閲覧。マケドニア国面変更の国民投票不成立。日本経済新聞。2020年4月19日閲覧。ギリシャ議会、マケドニア新国名承認対立に終止符。日本経済新聞。2020年4月19日閲覧。北マケドニア解明発行。 日本経済新聞2020年4月19日閲覧 NATO マケドニアを正式承認30カ国体制に日本経済新聞2020年4月19日閲覧日本放送協会 NATO に北マケドニアが加盟30カ国の体制に NHK ニュース2020年4月19日閲覧 日本放送協会 EU 北マケドニアアルバニアと加盟交渉開始へ NHK ニュース2020年4月19日閲覧 EUA 抜きで再拡大へ日本経済新聞2020年4月19日閲覧ありがとうございます